IMP MV バムブー300万回再生突破中毒性のある楽曲とキレキレダンスに中毒者続出感動 IMP バムブー MV でメンバーの絆と成長に累戦崩壊 IMP の最新楽曲バムブーのミュージックビデオ MV が公開されてからファンの間では熱狂的な反響を呼び 再生回数はすでに300万回を突破しました。この曲は、リズミカルなビートと中毒性のあるメロディーで、ファンだけでなく初めて彼らの音楽に触れる人々の心までつかんで話しません。ファンからは、何度見ても飽きない、聞くたびに新しい魅力を感じるといった声が次々と上がり、再生回数はまだまだ伸び続けています。特に IMP のメンバーが全員黒い衣装でキレのあるダンスを披露する姿が印象的で、シックで洗練されたスタイルと力強いパフォーマンスが MV の見どころをさらに引き立てています。ファンたちは、毎日のようにこの MV を視聴し、SNS 上でその感動を共有しながら再生回数の増加に貢献しています。IMP の、バムブーはただのポップソングではなく、 ファンにとって彼らとの心のつながりを感じる一つの特別な体験となっています。コメントには、週末はずっとバムブーを聴いていたいどれだけ見ても飽きない MV だ、という言葉が溢れており、日常の中でのちょっとした楽しみや心の安らぎとしてこの曲がファンにとって欠かせない存在になっていることが伺えます。また、彼らのファッションや表情、振り付けの細部に至るまで、 細やかなこだわりが感じられ、それがファンの期待に依頼、さらなる興奮を与えているのです。IMP はこの楽曲を通じて、音楽やビジュアル、パフォーマンスのすべてにおいて独自のスタイルを確立し、その魅力を強力に発信しています。さらに、バムブーの成功の背景には、ファンの支援と IMP、自信の絶え間ない努力が深く関わっています。 リリース後、SNS や動画プラットフォームには、ファンたちの祝福や応援の声が絶えず投稿され、300万回再生おめでとう、この勢いで次は400万回へ、といったメッセージが次々と寄せられています。IMP のメンバーにとっても、これほどまでに多くの人々が自分たちの音楽を楽しみ、応援してくれていることは大きな励みとなっていることでしょう。特に、 メンバー同士の結束力やチームワークの良さが垣間見えるパフォーマンスが、ファンたちの心に響き、彼らの音楽に対する忠誠心を高めています。また、この楽曲の人気の一因には、その楽曲が持つ独特のメッセージ性もあります。バムブーというタイトルが示すように、楽曲はまるで竹が成長するように力強く前進していくというメッセージが込められています。 竹は日本にとっても特別な象徴であり、成長が早く、しなやかでありながらも折れにくい特質を持ちます。これはまさに IMP の活動姿勢にも重なり、ファンにとっては、自分たちも困難を乗り越え、強く成長していくという励ましにも感じられるのです。竹が困難な環境の中でもまっすぐに伸び続けるように、IMP もまた、 エンターテインメント業界の激しい競争の中で、その存在を確固たるものにしています。このように彼らの楽曲には、単なるリズムやメロディー以上に深い意味が込められており、それがファンたちの心を動かし、長く愛される理由の一つとなっているのです。そして、今後の展望においても、IMP はさらなる挑戦を続けていくことでしょう。 バムブーはまだ彼らの旅路の一つの通過点に過ぎず、これからも IMP は新たな表現や音楽性を追求し、ファンに驚きと感動を届けてくれることでしょう。ファンたちは彼らの成長を温かく見守りながら、IMP がどのようにして次のステージに向かっていくのかを楽しみにしています。IMP のファンたちは、バムブーをただ聴いて楽しむだけでなく、 彼らがこの業界でどのように成長し続けるのか、その過程そのものを一緒に歩んでいるような感覚を味わっています。300万回という数字の背後には、一人一人のファンが持つ思いと、日々の応援が積み重なっているのです。ファンたちは、彼らが一層活躍の場を広げ、さらに多くの人々に IMP の魅力が届くことを願っています。そのためには、 ファン一人一人の力が欠かせません。SNS を通じて IMP の楽曲を広めたり、新しいファン層に彼らの存在を知ってもらうことも、ファンの大切な役割として受け止められています。また、IMP が地上波や様々なメディアでさらに多く取り上げられることで、新しいファンが増え、彼らの音楽がさらに広まることも期待されています。バムブーだけでなく、 彼らの今後の活動全体に注目が集まっており、ファンたちは次にどんな新しい楽曲やパフォーマンスが待っているのか、ワクワクしながら期待しています。IMP のメンバーも、ファンからの反応を励みにして、より一層の努力と創意工夫を重ねていくことでしょう。彼らにとって、ファンの存在こそが一番の原動力であり、 ファンがいる限りどんな壁も乗り越えていけると感じているに違いありません。このように、IMP とファンはお互いを支え合う関係であり、ファンの熱心な応援があってこそ、彼らの音楽が一層輝きを増しているのです。ファンの中には、何度も、バムブーをリピートして見ている人も多く、まだまだ見飽きない、聞くたびに新しい発見がある、という声も多く聞かれます。 IMP の音楽は、一度聴いただけでは味わい尽くせない奥深さがあり、聴き手の感情や経験に応じて新しい印象を与えてくれるのです。これこそが IMP の楽曲の魅力であり、ファンにとって彼らの音楽が特別なものとなっている理由でもあります。ファンの間では、SNS で、バムブーをさらに多くの人々に届けたいという意欲が高まっており、 ハッシュタグを使って視聴を呼びかけたり、応援メッセージを発信し続けています。これはまさに、ファンと IMP が共に作り上げるムーブメントと言えるでしょう。音楽業界では、アーティストとファンの距離が縮まり、一緒に夢を追いかけるような新しい時代が到来しています。IMP は、この新しい時代の中でファンとの絆を深め、さらに進化していく可能性を秘めているのです。 彼らの音楽が今後どのように展開していくのか、どんな新しいファン層を引き込むのか、そしてどのようにして彼らの存在が音楽シーンに刻まれていくのか、目が離せません。IMP がこのバムブーを通じて得た成功は、彼らの努力と才能が多くの人々に認められている証でもあります。そして、その努力に依頼ようとするファンの温かいサポートこそが、 今後の IMP をさらに高みへと導く力となるのです。ファンたちはこれからも彼らの音楽を聴き続け、彼らの成長を応援し続けることでしょう。IMP はファンにとっての希望であり、喜びであり、音楽を通じて人生に彩りを添える存在です。これからも IMP がさらなる高みを目指し、新たな挑戦を続けていくことを、 ファンと共に楽しみにしたいと思います。